3番人気か。ただいまより投票受付を開始します。ここカイロに集まった優俊たちが夕暮れのマイルを駆け抜けます。砂嵐を突き破り、真のダート王が決定します。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。先頭は5番フサイチペガサス。大方の予想とは違います。11番ライブリーワンが上がってまいりました。そして内からは6番セイフリーケプト、リンカーンジェネラル。外から行こうというところ。そしてその内に3番ルーラーオンアイス。この辺りちょっと離れている。4番ベストパル、それからカリフォルニアクローム、それから離されましてタイロ、1番インバソール、ちょっと離れて8番カタノアリオルであります、モナーコス、9番ムーンサルト。流れるようにレースが進んでおります。先頭11番ライブリーワン、わずかにリードしている。そのうち7番リンカーンジェネラル、前前での競馬ルーラーオンアイスとベアダッシュ、その外にセイフリーケプト、そして5番手に2番カリフォルニアクロームであります。場内がどっと来ている。場内がどっと来ています。カタノアリウル直線伸びてくるのかどうか。先頭はセイフリーケプト、2番手に外からリンカーンジェネラル、先頭は6番セイフリーケプト、先頭テレートセイフリーケプト、セイフリーケプト、先頭インバソール、かわして先頭に立った。1着1番インバソール、そしてセイフリーケプトが粘って2着。気を取り直して次行こう。1着1番2着6番3着4番以上のように確定しました。馬がレースから帰ってきたね。はい、何です？疲れた。休憩していい？いい感じだね。はい、何です？いい感じだね。はい、何です？体重はバッチリだね。はい、何です？お、いいじゃないの。はい、何です？
いい感じだね。今週はレースがあるよ。いい感じだね。体重はバッチリだね。はい、何です？なんとかここで勝ってほしいね。ただいまより投票受付を開始します。寒々とした東京競馬場、ダートをかける豪脚はこの寒さをも吹き飛ばします。フェブラリーステークス12頭スタートを切りました。12番オースミジェット、ちょっとタイミング合わなかったようであります。先行グループからまず見てまいりましょう。ビッグサンデーが先手を取りました。その外4番競泳マーチ、11番大気シャーロック、そして1番人気のカタノアリュール、うまくいっているんではないでしょうか。それからもう1頭6番バトルライン、そしてその後ろから名称も隣、それからワシントンカラー、その内からは待ちかね笑うかと、その後ろでやりましょうか。5番名声ヨーペラ、10番 MI ブラン、それからもう1頭オースミジェット、ドキドキしますね。本当にちょっと離されまして、シャドウクリーク。先頭行くのは1番ビッグサンデー、カンバシンリード、外を通って4番競泳マーチ、場内がドッと来ている、場内がドッと来ています。カタノアリュールは5番手といったあたり、ビッグサンデーが抜け出した。外から競泳マーチ、完全にこの2頭が抜けた。先頭はビッグサンデー、さあ抜けました。競泳マーチ、内からはビッグサンデーが来ている、さあ抜けました。競泳マーチ、2番手にビッグサンデー、内から11番大気シャーロック、先頭秋山と競泳マーチ、競泳マーチ1着。フェブラリーステークス、勝ったのは4番競泳マーチだ。
じだね。